それでは大変お待たせいたしました。本日の第5期生募集のオンライン説明会開始させていただければと思います。本日、一時折り返しとなりますので、マイクはミュートにした状態で、顔をもしカメラオンにできる方は可能であればオンにして聞いていただければと思います。それでは本日のオンライン説明会の内容について、まずはお話しさせていただきます。本日、主にこちらの5つ、ご用意させていただきました。まず最初に、こちらの事務局からのご挨拶をさせていただければと思います。それから、富山スタートアッププログラムについて、こちらもご説明をさせていただきます。その後、こちらの第4期の修了生の方より、お話をいただきまして、それから、富山県庁よりご案内がございます。最後に質疑応答交流会という形に移らせていただき、計1時間程度で今回進行させていただければと思います。それでは、まず最初に富山スタートアッププログラムについてご説明をさせていただきます。最初は佐渡課長からご挨拶でお願いします。すみません。そしたら、私の方からご挨拶させていただきます。皆さん、こんにちは。スタートアップ創業支援課課長の佐渡です。よろしくお願いいたします。本日は富山スタートアッププログラムイン東京の、事前説明会にお集まりいただきましてありがとうございます。本プログラムを主催しております富山県を代表して一言ご挨拶を申し上げます。富山県の方ではですね、昨年2月に、成長戦略を策定いたしまして、その柱の一つにスタートアップ支援戦略というものを位置づけております。で、その戦略に基づいてスタートアップエコシステムの形成を目指してロールモデルとなる成功事例を生み出す、そういう取り組みを進めているところです。今回、募集させていただきます本プログラムにつきましても、こうした取り組みの一環として行うということになっておりまして、募集案内にもありますように、東京で、起業を学び、富山で起業しようと謳っております。東京から優秀な起業家の誘致を図るということを第一の目的にはしているんですけど、昨年度からですね、地元の優秀な起業家の方も発掘したいということで、富山県の方にも会場を設けまして、オンラインで東京とつないで、ロールモデルとなるスタートアップの輩出を目指して支援を行っているところです。で、今回、5期目となるこのプログラムですけど、第1期の方からですね、起業家教育の第一人者であります、神戸大学の熊野教授に監修指導をいただいております。で、熊野先生からお話もあるかと思いますけど、スタートアップで成功するためには、一人ではちょっとやっぱり難しいと。で、専門領域をカバーしていただくとか、メンタル面でも支えていただくような、そういう、仲間とですね、チームを組んで取り組むことが必要になるということです。富山で起業いただく方、一人でも多くの方に声をかけていただいて、このプログラムを通じまして、仲間を見つけて、切磋琢磨いただきたいと思います。で、富山県の方で、起業するメリット、結構あるんで、たくさんあるんですけど、東京で、なかなかマスメディアに取り上げてもらうということは難しいとは思うんですが、富山であれば比較的こうした取材に取り上げていただくようなことが容易なのかなと考えています。で、県の方もですね、そうした体制をバックアップして応援しますし、実際、修了生の中でもですね、富山で起業した方で、新聞とかテレビに登場されている方もいらっしゃいます。で、富山にはこのほかですね、地域課題がありまして、まあ、そうしたところがビジネスチャンスになることも多いと思います。富山県はものづくり県ということで製造業強いんですけど、中小企業ではまだまだ DX が進んでないというところもありまして、特にスタートアップのところでデジタル分野、親和性高いと思うんですが、そういうところは既存の中小企業とかと協業して、お互いメリット、ウィンウィンの方関係になることができるのではないかと思ってます。それから昨今、仕事のスタイルが多様化しておりまして、まあ、Zoom 等のオンラインで会議と出張行かなくてもこうやり取りできるということになっているので、まあ、東京とかですね、大阪とか2拠点で、富山と2拠点で、
活動することもできると思っております。富山は自然豊かで食べ物も美味しいですし、生活環境も整っています。家賃とか物価が安い、そういうところが住みやすさとか働きやすさにつながっていると思っております。で、県の方でもですね、このスタートアップについては昨年度から国の J スタートアップというのがあるんですけど、それに倣ってですね、T スタートアップ、ちょっと J を T に変えただけみたいな感じなんですけど、一応国にも OK もらって進めておりまして、スタートアップをですね、ちょっと5社6社選んで集中的に支援するという取り組みも行ってます。特にこのほか UIJ ターンということで、東京とかからですね、県外からこう移り住んで起業いただく方には、移住と起業に対する両方の支援を行っているところもあります。それから昨年10月にはですね、県の職員住宅を改修しまして、創業支援センターと移住促進住宅というのを併せ持ったスコップ富山という施設を新たにオープンしたところです。そこで創業セミナーとかワークショップ、それから相談対応等も行っているところです。ぜひこうした富山県の支援環境をですね、存分に活用いただいて、企業という皆様の夢を富山で実現していただきたいと思います。今日参加される皆さんの受講をお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。では、ちょっと画面の方を共有させていただきますね。ありがとうございました。それでは次に、修了生より、ご挨拶いただくという形で。はい。あれですよ。僕の方からプログラムの説明です。ありがとうございます。はい、ちょっとプログラムの詳細について、ご説明させていただきますので、一旦画面の共有切らせていただきます。はい、神戸大学の熊野です。で、このプログラムの、監修を務めております。画面共有できておりますでしょうか。大丈夫ですか。はい。はい、それでは私の方から、富山スタートアッププログラムのについて、ご説明させていただきます。はい。この富山スタートアッププログラム、今年で5期目を迎えるんですけれども、スキルとキャリアを生かして、富山県で企業スタートアップを志す方を、全力で応援するための、富山県主催による、企業家育成プログラムでございます。で、私はこのプログラムの監修と講師を、務めております。で、神戸大学のアントレプレナーシップセンターのセンター長をやっておりますが、この企業家教育ですとか企業支援を専門としておりまして、大学の方では企業部という起業するための部活動をやったりですとか、教員の大学活ベンチャーの支援などもやっておりますけれども、そこで得た知見ですとかノウハウなどを生かしてですね、このプログラム、頑張っておるところでございます。で、他にも講師がいましてですね、塩谷さんというのは、今パソナの新事業の責任者やっておられますけれども、ベネッセですとか富士通ですとか、そういうところでの、オープンイノベーションでありますとか、あとアクセラレーションプログラムを、立ち上げて、やっておられたという、経験豊富な、方でございます。あとは特別講義ということで、レオスキャピタルワークスの、藤野社長でありますとか、あと一般社団法人アグベンチャーラボ、こちらはJA グループのですね、イノベーションの組織なんですけれども、そちらの討議の理事長なんかにも、特別講義を、していただくことになっております。で、プログラムの特徴、ここに書いてありますけども、金融化教育の第一人者と書いてありますけど、そういう専門家による、指導監修 を、している点、あと起業家スタートアップ業界で活躍する各分野のゲスト講師による講義
で、ベンチャーキャピタルを招いたピッチコンテストということでですね、最終回、第8回目の最終回はデモデーという形で、このような投資家を集めてですね、皆さんの資金調達につながるような、そういう設計にしております。で、毎月1回土曜日の開催で全8回あるんですけども、1回は富山県で、1泊2日で、実施いたします。で、全体を通して、東京富山の2会場で、オンラインをつないで、同時開催するという流れでございます。で、求める受講生像ということで、下に書いてありますけども、ベンチャーキャピタルからの資金調達を行い、ビジネスを成長させるスタートアップを目指す方を募集しますというのを一つ原則にしておりまして、具体的にはビジネスプランの磨き上げ段階のプレシード期の方で、もうすでにビジネスプランをお持ちで、場合によってはもう起業済みで、これからベンチャーキャピタルから資金調達を始める段階の、シード期の方、あるいは学生の方ですね、大学卒業後起業も選択肢の一つとしている学生、毎年学生の方何名も参加されていますので、ぜひ学生の方にもチャレンジしていただきたいなと思います。あとは専門性を生かしてスタートアップを目指す仲間にジョインしたい方、特にエンジニアの方ですね、 CTO の方なんかはぜひ、基本的にスタートアップってチームでやるものなんで、必ずしも、社長になる必要はないというか、言い方変ですけども、その創業メンバーの中の、一人というのを、起業家というふうに私は思っておりますので、こういうチームに参加して、一緒にスタートアップをやりたいという人もぜひぜひご参加いただけたらと思います。で、なぜ富山で起業ということで、先ほど富山県の魅力についてですね、スタートアップ創業支援課の佐渡課長の方からもご説明、ご挨拶ありましたけれども、今日本もそうですけれども、富山県もスタートアップ支援非常に力を入れておりまして、富山県の1丁目1番地の政策課題で手厚い支援体制がございます。で、また昨年度はですね、それを創業支援施設と、創業移住者向けの住居一体になった、食住一体施設スコップ富山ですねが、開業したり、あとは日本海側屈指の工業集積を起こって高いものづくり技術と、優秀な人材が揃っているでありますとか、あと子育てがしやすく食べ物が美味しく住みやすい、これよく言われておりますけれども、このようないろんなメリットが、ございます。で、受講の会場につきましては、東京は大手町にあるアグベンチャーラボ、こちらの写真のところなんですけども、こちらでありまして、富山会場は、先ほど申しました、富山県創業支援センター、スコップ富山であります。ここをインターネットでつないで、同時に、開催するという、そういう流れでございます。で、このプログラム、スタートアッププログラムというふうに、名前ついておりますけども、起業っていうと、大きく分けて2つタイプあります。スタートアップと、もう1つはスモールビジネスです。で、さっきから言ってるスタートアップっていう、このスタートアップって何かっていうと、基本的にはベンチャーキャピタルから投資を受けて、大きく成長するような、そういうビジネスです。で、将来的には株式公開ですとか、M&A でどこかの会社に売却するとか、そういうことを目指す、ものがスタートアップと言われております。で、ただこれは世の中のほんとごくごく少ない、パターンでございます。世の中のほとんどはスモールビジネス、銀行からお金を借りて急成長も目指さず確実な成長を目指していくというスモールビジネスなんですけども、これスタートアップとスモールビジネス同じ企業といっても結構似て非なるところがあって、例えばベンチャーキャピタルから投資を受けるための事業計画の作り方と、銀行から融資を受けるための事業計画の作り方、これ結構違いましてですね、今回のこのスタートアッププログラムというのは、名前の通りスタートアップを目指すというところをに軸足を置いております。なので、事業計画、ビジネスプランの作り方もスタートアップのベンチャーキャピタルから投資を受けるための、方法を、指導していきます。はい、ここが一つポイントになっておりますので、ご説明させていただきました。
で、プログラムの流れとして、最初、これ7月、今希望、7月開始なんですけども、最初はまあ、スタートアップとは何ぞやとか、投資と融資の違いでありますとか、アイデアの作り方ですとか、まあ、そういう座学的なことも、やりますけれども、早い段階でもう8月ぐらいには、チームを作ってもらい、ひたすらピッチをしてもらいます。事業ビジネスプランを3分ぐらいで発表してもらい、それに対して、我々講師陣あるいは受講生が、フィードバックをする。それを何回も繰り返していくと、3回4回繰り返すとですね、ビジネスプラン見違えるように良くなってきますので、それでどんどんビジネスプランをブラッシュアップする。そして最後、2月ですね、2月に、ベンチャーキャピタリスト10人ぐらい、招きまして、デモデー、まあ、ビジネスプランコンテストのようなものですね、デモデーを開催し、そこで、まあ、資金調達のきっかけを、掴んでもらえるような、そういうような立て付けに、となっております。で、まあ、これ、プログラム終了後もですね、本当に資金調達の支援などさせていただきたいと思っておりますので、このプログラムでまずしっかり基礎を固めて、羽ばたいていただけるような、そういうプログラムでございます。で、日程、7月15日これは開講式、東京で、全員集まって、やります。基調講演、ここでレオスキャピタルワークスの藤野、さんの基調講演でありますとか、あとオリエンテーションなどを行い、おそらく、懇親会なども開く予定にしております。で、以降、8月から、1月まで毎月、土曜日ですね、東京と富山、会場に分かれまして、ビジネスプランのピッチおよび、それのフィードバック、壁打ちを、毎月行っていきますので、8月より9月度がビジネスプラン良くなってますし、9月より10月、10月より11月でどんどん良くなっていきますので、ぜひそこは一生懸命、ブラッシュアップしていいプランを作っていきたいと思います。で、12月は、富山県で、全員集まって1泊2日の、会になります。ここで知事なんかもお越しいただいて、交流するというそういうイベントも、行います。で、1月は1月に入るとビジネスプランの発表、これセミファイナルですけども、ここで8チーム、去年は選びまして、2月17日にデモでベンチャーキャピタルへのプレゼンテーションという、そういう全8回でございました。で、最後は終了式と、懇親会も開いております。まあ、具体的な写真で見ていただくとこんな感じですけども、これは、東京会場でのこれ1期目2期目、の模様ですね。はい、こんな感じで、まあ、途中2期から3期は、2期3期はコロナの影響でほとんどズームだったんですけども、とはいえ皆さん非常に横のつながりもでき、今でもいい関係を続けていただいてるんじゃないかなと思いますけれども、そんな形で、まあ、和気あいあいと、切磋琢磨しながら、まあ、いい仲間ができるというのが一つこのプログラムの特徴なんじゃないかなと思ってます。これは富山会場で、富山会の時ですね、新田知事にもお越しいただいて、新田知事の前でプレゼンテーションをしたり、いろいろ交流を図ったりということも、させていただいております。富山、これ立山町にあるヘルジーアウットというところですけども、前田薬品の、前田社長に講演いただいたり、こちらの施設見学をさせていただいたり、一緒に、食事をしたりという形で、結構思い出深いところでございます。で、最終デモで成果発表会ということで、何度も申しておりますけれども、ベンチャーキャピタルを招いて、ビジネスプランを発表するという、これが最終回でございます。非常に毎年盛り上がります。2期目3期目は残念ながらオンラインでやったんですけども、開催しておりました。で、最後は、終了式、昨年度もですね、日本橋富山間
やります浜作で、大変盛り上がってこう終了式と懇親会もやって締めたという、まあ、そういう形でございます。はい、でちょっとまとめますと、実施の場所は東京会場、富山会場、2会場をオンラインでつないで、やります。で対象は東京会場は富山県外の在住者で、本プログラムを受講後2年以内、学生の場合は卒業後2年以内に富山県で起業し移住を希望するおおむね18歳から40代の方を、まあ、原則としております。で富山会場は富山県内在住で本プログラム、受講後2年以内、学生の場合は卒業後2年以内に県内で起業を希望するおおむね18歳から40代の方ということになっています。まあ、ただ、まあ、石川県の方で富山会場で、受講したいとか、まあ、いろいろご要望あると思いますので、それはなるべく考慮するようにしたいと思いますので、どちらかエントリーシートには希望、受講の希望の会場を書いていただく欄がございますので、そちらに記載ください。定員は、東京会場、富山会場合わせて30名程度。で受講料は全8回で1万円、いただいております。ただ交通費とか宿泊費とか交流会の参加費なんかは、自己負担いただくことになっております。で応募の締め切りは今月末ですね、6月30日金曜日を、締め切りにしておりますので、まあ、なるべく早くご応募いただけたら、嬉しいかなというふうに思っております。で応募方法は、富山スタートアッププログラムの、ウェブサイトから、申し込みください。はい、で応募者多数の場合はですね、書類で、選考させていただきます。はい、で6月30日、ご応募お待ちしておりますということでですね、こちらの QR コードから、富山スタートアッププログラムの、ウェブサイトに飛ぶことができますので、ぜひそちらのウェブサイトの方にも詳細書いてございますので、ご覧いただけたらと思います。でこの後、まあ、修了生の方ですとか県からもご案内ありますけども、最後にですね、まあ、質疑応答ですとか簡単な交流会もしたいと思いますので、その場で、質問いただいてもいいですし、チャット欄にですね、質問事項を書いていただけましたら、それも踏まえてお答えできるように、いたしますので、ぜひ、お願いいたします。はい、それではご応募いただきましてですね、ぜひ皆さんと第5期一緒に頑張りたいと思いますので、ぜひご応募いただけたらと思います。はい、以上で、私からの説明は一旦終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。ではこの後ですね、修了生の方、お二人から、ご登場いただいてお話をいただければと思います。今回ご登場いただきますのが、今回の募集が第5期になりますので、第4期から、2名、ご登場いただきます。森永さんと加藤さんにお越しいただいています。それではよろしくお願いします。いらっしゃるそうですかね。ありがとうございます。では、お二人来ていただきましたので、お二人それぞれからこのプログラムを、まあ、受講してみて、どういうふうに思われたとか、どういう変化があったかというところについて、お二人から、一人ずつお話をいただければと思います。それではまずは森永さんの方からお願いできますでしょうか。はい、見えてますか？見えてます。はい、ありがとうございます。とスタートアッププログラムの修了生として、自分自身このプログラム参加前と後で大変大きく変わったので、プログラムに参加して私自身がどんな感じだったか、参加前と後でどう自分が変わったのかを皆さんに共有できたらなと思います。と私は森永真由と言います。
富山市出身で横浜市立大学4年、起業家人材論を専攻してました。プログラムは東京の方で参加していたんですけど、今年度からは休学して富山に帰ってきて、スタートアッププログラムで考案した居酒屋キャッチの DX サービス、キャッチで実際に法人化するのに向けて今活動してます。今回話すことは、プログラム参加前から後にかけて、実際自分がどんな感じだったのかをお話しできたらなと思います。プログラム参加前の私はというと、起業に興味はあったけど、ただ漠然としていて、起業してる人ってすごいな、いいなと思ってるだけでした。これといってやりたいこともなかったし、特別行動力があったわけでもなかったので、具体的にアクションも何も起こしていませんでした。部活、バイト、時々就活みたいな大学生活を送ってました。また人脈があるわけでもなく、大学の友達と遊んでばっかりで、なんか普通の女子大生でした。誰からもなんか刺激を受ける機会もそこまでありませんでした。とこのプログラムに参加したきっかけは、就活について考え始めるうちに、たまたま富山にスタートアップ企業ってないのかなと思ってググったことがきっかけで、このプログラムを本当にたまたま見つけました。締め切りギリギリだったんですけど、起業に興味あるし、応募してみようかなという気持ちで応募してみました。実際、プログラムに参加すると、毎月ピッチしないといけないので、これはやばいと思って、日常的にアイデアの種が転がってないかなというふうに探してました。何回かアイデアを変えながら発表して、講師の先生たちや同じ参加者からフィードバックをもらっていくうちに、だんだんなんかぼやっとしていたアイデアが磨かれていくのが分かりました。とぶっちゃけ言うと、講師の方々からのフィードバックは時々的確すぎて、なんかぐさぐさくるようなことを言われて落ち込むこともあったんですけど、フィードバックをちゃんと自分の中に落とし込んで吸収して改善していきました。また Slack っていうなんかそのチャットのサービスで、まあ、率先してその講師の方々に意見をもらいに行ってました。アイデアの中身だけじゃなくて、話し方とか言い回し方とか、とビジコン向けのピッチじゃなくて本当に資金調達向けの実践的なピッチ方法も学べました。とピッチ資料のデザインもフィードバックから修正に修正を重ねて本当にすごく良くなりました。とこれはプログラム中のピッチ資料の変化なんですけど、プログラムを終えてスライドデザインもだいぶ自分的に上手くなったなと思います。プログラムを通して良かったことは、起業したいと漠然としていたものが具体的なアイデアが見つかったこと、また一緒にサービスを作り上げてくれるエンジニアの仲間を見つけられたことがあります。また毎月のプログラムの後に参加者とご飯とか飲み会に行って仲良くなったこともすごい楽しかったし、良かったなと思います。普段話すことのない世代や業種の人がいたので、たくさん刺激を受けることができました。プログラム参加後に感じたことは、たくさんの人と知り合い仲良くなることができたことだと思います。と参加者だけじゃなくて、富山県庁の方々や熊野先生はじめ講師の方々とも親交が深まったと感じてます。今でも親交がある人たちがたくさんいて、長期インターンをさせていただいたりとか、東京のネットワーキングイベントに呼ばれたりとか、一緒にご飯行ったりとかもしてます。とプログラムの参加者の紹介で、まあ、さらにいろんな人とつながることもできました。そしてプログラムの参加を機に、と今は休学してプログラム内で発表したアイディアで起業準備中で、今はアイディアの実証実験を行っています。プログラム終了後も熊野先生はじめ講師の方々に資金調達に向けてアドバイスをもらったりとか、まあ、同じ参加者だった方々と時には助けてもらいながら、今は活動してます。最後にまとめです。と私はスタートアッププログラムがすごい自分の中で大きなターニングポイントになったなと思ってます。これに参加してなかったら、普通になんか大学生活を終えて、今就活して就職してたなと思ってます。で、休学するという選択肢にも、このプログラムに参加してなかったら至らなかったと思うし、起業するために実際にアクションを起こそうとか、挑戦しようってなっていなかったと思うので、本当に自分を大きく変えてくれたプログラムだったなと思ってます。これで終わりです。ありがとうございました。美中さん、ありがとうございます。では次に、加藤さんの方からもお話しいただければと思うので、よろしくお願いします。はい、お願いします。
画面と声聞こえておりますでしょうか。大丈夫です。はい、で私の方からも同様に、第4期生として参加した富山スタートアッププログラムの参加レポートを共有させていただきます。まず簡単に自己紹介させていただきます。株式会社 IO トライの代表をしております加藤と申します。私は去年の7月に株式会社 IO トライという名前の会社を立ち上げて、今現在1期目になっています。で、現在は先ほどお話にあったスコップ富山という富山市にある創業の支援センターの方に住居とオフィスを借りて仕事をしております。もともとその中小製造業向けの IoT、センサーを使って機械の稼働監視をするようなサービスを展開しておりまして、今回の富山スタートアッププログラムに関しても、このアイデアを持っていって、実際に、ブラッシュアップを始めた形になります。なので、今回、詳しいそのスライドの内容とかご説明はしないんですけども、AI、IoT を使ったスマートファクトライズというものを、一から持っていって、ブラッシュアップをしてきました。で、今日5分時間いただきましたので、残り4分で、大きく3つについてご説明していこうかなと思ってます。学んだこと、良かったこと。で、それで最後のはちょっと個人的になんですけど、1年間やる中で向いてる人、向いてない人がいるなってのをすごい感じたので、そちらに関しても自分に共有させていただければなと思ってます。まず学んだことから大きく3つあると思います。まず当然のことをスタートアッププログラムなので、スタートアップのピッチの仕方。最終的な目標が資金調達なので、そこに対して投資家がどういう目線で自分のビジネスアイデアを見てるか、だったり、どのぐらいの時間をストーリーに費やすのか、どういうスライド構成で発表していくのがいいか、そういうところを学べたことが大きかったなと思います。あとはそのスタートアップのマインド、実際にさっき熊野先生からもあったと思うんですけど、基本的に誰かとチームを組んでやる。そういった部分、なかなか一人でやっていてもうまくできなかった部分があったので、こういうプログラムを通して仲間を見つけてきた部分がかなり強かったと思います。で、学んだことの三つ目っていうと、これ未だに僕も結構ちゃんと心に秘めているんですけど、ナイスハブとマストハブ。あったらいいなっていうサービスと、ないと困れみたいなサービス。そういうところの明確な区別というか、実際にビジネスを行う中でも必ず必要な部分っていうのも、学べたかなと思っております。そして続けて良かったことなんですが、こちら先ほどと重複しますが、やっぱりその一つの、大体7ヶ月ぐらいのプログラムで30人ほどの仲間がいたので、本当に切磋琢磨できる仲間と出会ったことが良かったかなと思ってます。結構その、月に1回とはいえ、そこが本当にもうピッチを、プレゼンをしてフィードバックをもらう会。なので、前日、前々日に同じ仲間たちと夜遅くまで資料を作ったりだとか、そういうところで、これはビジネスを行う上でもモチベーションにつながるな、と思ったところです。で、もう一つ、あと二つですね。二つ目は、これ一番僕の中でお伝えしたいことなんですけど、この中途半端なプログラムではなかったこと、というのが良かったかな、と思ってます。私も去年会社を立ち上げてから、いくつかのスタートアップのピッチイベントと参加するんですけど、大体そういうところにいるメンターさんだと、発表に向けて結構の、ずっと応援してくれるような方が多かったんですけど、このプログラムだと自分のアイディアに対しても、もう全方向からいろんな穴をついてきてもらえる。ちゃんとその言葉で攻めてくるところが本当に受けていて、良かったなと思います。で最後に実際当日最終日の発表に関しても投資家の方たち、VC の方たちいらっしゃいますので、その方たちのネットワークが構築できたっていうのはかなり良かったかなと思います。実際にプログラムの後にも声かけてもらった VC さんと資金調達の話を実際に進めたり、そういうこともこのプログラムを通して良かったかなと思うところです。そして最後なんですけど、個人的にちょっとお伝えしたい部分が、このプログラム、もともとスタートアップに特化しているので、やっぱり向いてる人、向いてない人がかなりいるなと思ってます。去年も何割かの方はちょっと思ったのと違うなって感じで抜けてる方もいらっしゃったので、事前にお伝えしたいところで言うと、向いてる人
もちろん起業を目指している人がほとんどだと思うんですけど、そのスタートアップというものに興味がある人、共同規模の先生からもあった通り、投資を受ける勉強をすればというふうに考えたときに、自分のビジネスが、例えば飲食店やっていて、このままその最終的には上場もするつもりもないし、売却するつもりもない。そういう形で言うと、じゃあ何のために来たのって感じになるので、この明確にスタートアップのこういう部分に当てはまりますっていうふうに言えた方がいいかなと思います。なので今の裏返しで向いてない人は、まさにあのスタートアップではなくてスモールビジネス続けていきたい人とは向いてない人に該当するかなと思います。そうですね。で、ここから以上なんですけど、あの個人的には、あのそこら辺のイベントよりも本当にビシバシと費用対効果高く教えてもらえるので、結構お勧めできるなと思います。以上です。加藤さんもありがとうございました。では、質疑応答とかは、まとめてこの後で、取らせていただきますので、お二人に対するご質問等、もしある方いらっしゃいましたら、この後の、質疑応答の時間に頂戴できればと思います。それでは、画面の方を続けさせていただきます。続きまして、富山県庁より、ご案内をさせていただければと思います。それでは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。画面共有させていただきます。画面見えていますでしょうか。見えてます。はい、ありがとうございます。そうしましたら皆さん、こんにちは。私は富山スタートアッププログラム in 東京を担当させていただきます。富山県庁スタートアップ創業支援課の梶と申します。よろしくお願いいたします。本日は皆さん、お休みの日にご参加いただきましてありがとうございます。私からは、ぜひ皆さんに本プログラムを受講いただいて、実際に富山県で起業を叶えていただけるように、本プログラムを含めて、富山県が実施している創業支援施策や移住支援施策についてご紹介をさせていただきます。ちょっと冒頭、課長から挨拶させていただいたものと重複するところもあるかと思うんですけれども、ご紹介させていただければと思います。本日ご参加いただいた方の中には、ご出身やお住まいが富山県の方もいらっしゃれば、そうでない方もいらっしゃるかと思いますので、簡単に富山県についてお話をさせていただきます。富山県はコンパクトで県庁所在地のある富山市から半径40キロ以内に全市町村が位置しています。海から山までの距離も近くて、お休みの日には海でも山でも遊ぶことができます。またスーパーには海の幸も山の幸も地産地消で並んでいて、毎日新鮮なお刺身を食べることができます。食べ物が美味しくて空気がきれいで、毎日カエルの声が聞こえたり、どこか何かで季節を感じられるような、とても住みやすくてゆとりのある暮らしができる県になっています。そんな富山県ですが、三大都市圏からも意外と近く、東京からは約2時間、大阪、名古屋からは約3時間の距離になります。次に本県の起業支援についてお話をさせていただきます。富山県では県として特に力を入れて取り組む施策としてスタートアップ支援を掲げています。起業の準備段階から成長段階までステージに合わせた支援施策をご準備しています。本プログラムの他にも創業補助金や T スタートアップといいまして、スタートアップ企業の飛躍的な事業成長を目指して個別に伴走支援を行う事業なども行っています。また企業機運の醸成のために取り組んでいるものとしましては、左から2番目の富山スタートアップコミュニティというのがあります。こちらには起業を目指される方や、すでに起業されている方、行政や金融機関の方などサポート側の方も参加いただいておりまして、さまざまな方にご参加いただけますし、オンラインコミュニティなので、すぐにご参加いただくこともできます。
ぜひ本日ご参加の皆様もちょっと興味をお持ちいただけたら、富山スタートアップコミュニティと検索いただくと、参加の応募に進める画面がありますので、ぜひご覧いただければと思います。また、起業を応援する場の土台として、何度か今日も説明にありましたが、スコップ富山という施設があります。スコップ富山は創業支援センター1棟と創業移住促進住宅の2棟、合わせて3棟からありまして、同じ敷地内にセンターと住宅があり、住みながら働くことができる全国でも珍しい職住一体の施設になっています。創業支援センターには、先ほど加藤さんがおっしゃっていたシェアオフィスですとか、コワーキングスペース、チャレンジショップなどがありまして、おかげさまで、実はシェアオフィス、チャレンジショップは満室になっているのですが、コワーキングスペースは1日からでもご利用いただけるスペースなので、機会があればぜひご利用してみていただければと思います。また、チャレンジショップではカフェも営業していまして、こちらも初めてお店を出される方になるんですけれども、ランチやスイーツなども楽しんでいただけるので、コワーキングでちょっとお仕事をしながら、ちょっと優雅にランチを楽しんでいただくということもできます。住宅にはアパートメントとシェアハウスの2つのタイプがありまして、アパートメントには創業支援センターに入られている方や、移住されてきた方が入居の対象になります。シェアハウスについては、県内の方でも、富山県外の方でもご入居いただけるので、まだこちら、アパートメント、シェアハウス、どちらにもまだ空きがありますので、ぜひ気になられた方は、スコップ富山で検索いただければと思います。次に、起業や移住にかかる助成制度についてご紹介をさせていただきます。起業にかかる支援金としては、左側になりますが、最大200万円。そして、移住にかかる支援金としましては、東京都23区内にお住まいの方であれば最大100万円、23区以外の方ですとか、他の都道府県の方については、最大50万円を助成させていただきます。23区の居住者向けの支援金は、全国多くの自治体で実施されているんですけれども、その他23区外の地域にお住まいの方への支援というのは、富山県の独自施策になります。ぜひこちらもご活用いただければと思います。次に富山へ実際移住を検討いただく際の支援制度をご紹介します。移住に関する相談窓口としては、東京、大阪、富山にオフィスがあります。ここでは移住相談員による富山暮らしの相談や移住後の相談、また現地アテンドやオンライン現地案内も行っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います。富山の魅力体験助成制度では、移住に関する活動を行われる場合に、富山県の外から富山県内への往復の交通費ですとか、県内での宿泊費を助成させていただきます。その他、皆さんの移住を応援する富山の企業、富山移住応援団のサービスや、また、県以外にも各市町村で様々な支援制度を設けています。このような移住に関する情報や、そもそも富山ってどんなところということを知っていただくためには、暮らし体育に富山という情報サイトも設けていますので、ぜひこちらもご覧いただければと思います。冒頭お話しさせていただいたように、富山県では起業にかける熱量が急激に高まっています。起業や移住支援体制も充実していて、働きやすく暮らしやすい富山で、ぜひ起業を目指していただける方々を全力でバックアップさせていただきたいと思っています。皆様のプログラムへのお申し込みをお待ちしております。ありがとうございました。